んにちは、赤星です。今回は150周年記念パスでの東北旅をお届けします。仙台からすぐに電車に乗り継いで向かったのは山形県の山寺駅。今から向かうところは立石寺と書いて立石寺と呼びます。悪い縁を断ち切ってくれるとして信仰を集めているお寺です。30分で上がって30分で降りて電車に乗るというキツキツ三段です。要所要所で撮影をしながら上がっていきます。立石寺の奥の院に着きました。割と僕の足の長さで20分くらい登れば着きました。この石段を登っていけば、先ほど駅から見えたあの展望台みたいなところに着きます。これワンチャン電車間に合えへんじゃん。全然チャンスじゃないけど。あ、そうそう。すいません、これ一つ。一回置いてもいいですか。すいません。フランスサイダーだって。
うまい、めちゃくちゃ後味がいい。これジュース買ってる場合じゃなかった説ある。電車何時やっけ。11時10分さ、こっからね、滝に行くと震災以降に行けなくて、震災以降に行くと滝に行けないっていう、ちょっと今究極の二択を迫られてまして、どうしよっかなと思って。ていうかどうですか、この GoPro Hero 9 Black の手ぶれ補正、今ちょっと見れてないんやけど、どうなんだろう。玉こんにゃくが有名なんか、ちょっと食いたかったな玉こんにゃく。時間がね、時間に余裕がないとね、食に関心の薄い人はね、こうやって食を削っていくんですよね。今日こっちに来て食べたのサンドイッチだけですからね。力こんにゃく1本もらっていいですか。はい、からしは、あ、なしで、すいません。です、そこ座らせてもらってもいいですか。すいません。よいしょ、100円で、すいません。はい、はい、ごゆっくりどうぞ。いただきます。猫舌がいい、猫舌が一番やっちゃいけないこと、時間ないのに熱いもの買う。この後は仙台駅に戻ってバス停から秋保大滝を目指します。山寺の方は暑かったのに、ここめっちゃ寒い。くしゃみが止まらん。滝壺ってこっち側でした。こっちです。ありがとうございます。すいません。1時50分到着で、2時28分のバスに乗って帰ろうとしてたんですけど、多分ね、間に合わん。なのでちょっと1時間長居をすることにしましょう。間に合いそうなら行くか。あ、でも見て、大迫力の滝。
ます。よかったら最後にぜひ、ね、チラシをもらっていただけると嬉しいです。Chase it all and all. Sing that star for nothing. I think it's time to change this world. I spent too long planting seeds now to show. I'm yet to grow into something special.盛岡駅やねんけど、真っ暗やねんけど、そんなことある？まだ10時になってないんやけど、真っ暗やし、めっちゃ寒いし、はい、ホテル行こう。ホテル着いたら、ちょっと飲みにでも行こうかなと思ってたけど、ちょっと無理よ。これ寒すぎて。誰もいないし。え、なんなん？今、夜中12時くらい。2日目は川下りを楽しんで、そのまま青森の方へ上がっていきます。次回の動画もお楽しみに。